はいどうも、カボジーです。今回は大域参考でね、ガランゴルムとルナガロン、そこ2人はねデッキ作ったんですけど、最後のメルゼナ、こちらをねまだ作っていなかったんで、はい、早速ねデッキの方を作ってきましたということで紹介しようかな。よいしょ。今回紹介するデッキはこちらですね。アマテラスの成長軸狼おろしデッキでございます。こんな感じですね。今回このねメルゼナをね活躍させたいために、まあ、考えてきたデッキ、こちら成長軸の狼おろし。まずね、そうね、メルゼナどういう効果なのかというと、こちらカードの効果、メルゼナですね。カードの効果は味方ユニットのレベルアップ時、ランダムな敵ユニット1体に2ダメージ、成長3でレベル2、HP がプラス2で17になる感じですね。ということでこれ2点ダメージ、味方のユニットがレベルアップするために2点飛ばす、どこぞの一寸みたいなね感じなんですけど、一寸と違って自分自身が成長するといった、成長持ちなんで自分自身もね成長してダメージを飛ばせるといった、ちょっとねお得なカードとなっております。はい、こちらメルゼナですね。ということで、このメルゼナがねまあ成長してレベルアップして、まあ、飛ばすということで、まあ今回はクエストか成長どちらかで組んでいきたい。じゃあまあ成長かなということで、診断をいっぱい詰め込んだ成長軸デッキですね。こんな感じになっております。で今回診断のレジェンドカード2枚かな、2枚入れております。そちらだけ紹介したいと思います。まずこちら、魔帝の腹心ベリアル。カードの効果は波及で自身が受ける効果ダメージは1になる。こう持ちでこうすると攻撃力プラス2、すべての敵ユニットに4ダメージ与える、1回までですね。ということで面白いカードですね。効果ダメージは1になるベリアル、ただ戦闘ダメージは、まあ、1にならない、まあね、そこまで1だったら強いですね。でこうで攻撃力プラス2、すべての敵ユニットに4ダメージ、4ダメージ与えて、しかも波及46プラス2の46で波及でドーン、ほぼほぼ処理できるんじゃないの相手ユニットね。ということで、まあ、今回ベリアル一応お試しで入れてるんですけど、まあ、強いのかな。効果ダメージ1だけど封印とかね、あと黒のねアクションカードで普通に破壊されそうなイメージなんで、もしかしたら他のカードと入れ替える候補になるかもしれません。でも今回は入れております。とりあえず診断のねレジェンドカードなんで。であともう一個のカードなんですけど、こちらですね、貴公子と尺銀ですね。はい、貴公子と尺銀。カードの効果は敵ユニットに味方ユニットがレベルアップした回数分のダメージを振り分ける、味方ユニットの HP に味方ユニットがレベルアップした回数分の HP を振り分ける、ダメージとプラス HP のね増やす最大値は10ということで、面白い効果ですね。レベルアップしまくって10点ダメージ、10ポイント HP 味方ユニットに振り分ける。こちらのカードね、まあ、序盤の方に来たらそこまで使えないかもしれないですけど、レベルアップしてね中盤後半になると結構強くなるカードになってますね。こちらは普通に成長軸、まあ、クエスト軸にも採用していいと思います。ということで、はい、新レジェンドカードの、まあ、説明終わりということで、まあ、今回のねこのデッキの攻め方なんですけど、まあ、成長軸でバンバン成長して、そうだな、狼おろしで、まあ、除去していって盤面取っていきたいなと、そんな感じで攻めていくデッキですね。ということで、はい、QR コードの方を出していきます。よいしょ、こちら QR コードですね。ということで、まあ、早速ね試合の方いきたいと思います。試合の方でねまあいろいろとお話しするかもですね。ということで、はい、それでは試合の方を見ていってください。どうぞ。はい、対戦相手の方はアイルの方ですね。よろしくお願いいたします。さあ手札の方なんですけど、成長軸メルゼナもいるんでいいですね。お相手さんは守りの大盾なので、まあ、どう出てくるか。ではまあメルゼナ置いていこうかなって感じで置いていってますね。
まあ、封印されたら封印されたその時。ただ封印されずに MT ブーストしてきたので、うん、勝っておきたいねということで、はい、勝っておきますと。で、ここで、はい、大撃手。で、封印もされてしまいます。でも、攻撃力が2位上がったのは、いいんじゃないの？全体で2位上がったのは強いので、このまま攻めていきます。で、お相手さんが、緊急回避。ここは、はい、このね、新しいアクションカード、水面にかけるで、破壊して、新しいね、成長のユニットを、1ね、レベルアップさせて、出していきますと。ここでお相手さんに出してきたのはタマモですね。タマモに大盾入って探索と。何を探索したかがわからない。まあでもあれかな、刀とかかなと思ったんですけど、シールドを貼っていく。ですぐに探索したカード、波及の方を探索してますね。これはちょっとシールド剥がしていきたいなということで、シールド剥がしていきます。で、剥がす。で、吐く、つく。で、4点ダメージで3、2。ここは、おっと。目覚めキュービーで6点ダメージ飛ばしたかったんですけど、その前に、刀ですね。攻撃力3。攻撃力3追加で、HP が増えますね。確か攻撃力5以上になると HP をね、プラス5増やすといった感じです。これだとあれですね。キュービーちゃん。困っちゃうね。キュービーちゃん飛ばせない。で、しかもアイルも出てきた。で、シールド。タマモにシールド貼られる。ただ、波及のダメージで破壊と。で、ここで、はい。狼おろしで66。で、緊急回避。メルゼナ緊急回避で15。これでリーサル回避されたんですけど、キュービー出して、タマモちゃんを破壊したことによってお相手さん、サレンダーですね。対戦ありがとうございました。はい、ということでね、こんな感じの試合でした。赤ね、やっぱね、成長軸、普通に強いです。ということで、次の試合、どうぞ。はい、対戦相手の方はお市の方ですね。よろしくお願いいたします。さあ、カードの方、手札の方はメルゼナとアマテラスじゃなくて白縫いですね。はい、全盛期のアマテラス、これやっぱ強いね。全盛期のアマテラスが除外ねできるので、今回お相手さん闇からのいざないなんで、アマテラスじゃなくて白縫いで除去していきたい。そうね。で、入った。ということで、はい、すぐ除去。除外していきます。これで、お相手さんの墓地に行かないんで、相当強いんじゃないの？と思ってるんですけど、もう一枚白縫いが来ました。ここは、そうだね。今白縫いがやられたんで、もう一枚白縫い出して、はい、除外と。強い、強すぎる。で、ここで、はい、攻撃力上げていきましょう。大丈夫大丈夫。まだね、成長のねマックスの子がいなかったんで、攻撃力1しか上がりませんでした。ここで闇からのいざない、HP が減っていく。で、そうだね。ここ、普通にメルゼナで良かったかなと思っちゃったんだけど、普通に1ダメージもらってからの、はい、3以下になったんで、お相手さんのユニット3以下になったんで、狼おろしで消していくと。で、お相手さん、狙撃されたセレブで破壊。最後、はい、ポンとユニット出して攻撃力を上げて、リーサルまで持っていってます。ということで、はい、対戦ありがとうございました。狼おろしと白縫いのね、除外で結構有利に戦える
気がします。ということで、はい、次の試合行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方はウェスカーの方ですね。よろしくお願いいたします。さあ、お相手さんウロボロスということで、まあ墓地に送っていって、こうコストのユニットをバンバン出していくスタイルだと思います。除外していきたいんだけど、アクションでね、多分墓地に送るから、一回生き返って出てきたユニットを除外したいということで、まあやっていくんですけど、とりあえず一寸、はい、ちょっとね、一寸じゃなくてもね、良かったかなと思ったりしている、この今声取ってる今日の頃、はい。で、お相手さん墓地に送って、早速墓地から出していく、はい。反転規制で出していったのは、なんかね、ウェールがついた子、ウェール圧倒ですね。この圧倒は確か攻撃1回のみだけつく感じでしたね、はい。で、ここで出てきます、はい、新しいバリアル赤鬼さん出てきます。で、ここで、はい、攻撃力を上げていきます。これで、66と46、で、黒相手にね、ちょっとこのベリアル弱いかな。効果ダメージを 1.2 にするだけだからね、普通に破壊はされてしまいます。で、なんなら攻撃ダメージも普通に入っちゃうってことで、はい、47、ボススパイダーの攻撃痛いね。4点ダメージ普通に食らっちゃいますね。ただここでアクションカードでね、破壊してルピーブーストもしていく。で、ベリアルまだ生きてるんで、ここまでダメージ入っちゃうんじゃないの、はい。もしかしてユニットを置かれるかもしれないので、狼おろし、はい、していく。で、最後ユニット置かれなかったんで、とどめさせましたね。ということで、対戦ありがとうございました。ということで、今回の試合、今回の動画はここまでということで、ぜひ皆さん使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。